欧州ロボットアームは国際宇宙ステーションのロシア区画に設置される初めてのロボットアームで欧州で開発された。装備されるロシアの多目的実験モジュール打ち上げ計画が資金難や機材トラブルにより予定より14年も遅れたが2021年7月21日に MLM に装着された状態で カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、同年7月29日、MLM は国際宇宙ステーションにドッキングした。中、ピアースドッキング室にはすでに2機のストレラクレーンが設置されているが、こちらは船外活動クルーが手動で伸縮、回転させる方式のクレーンであるため、ロボットアームではない。エラはいくつかの興味深い特徴を持っている。 その中でも際立っているのは、ステーションの外壁を自ら制御しながら、歩けることであり、あらかじめ設置された起点を交互に端へしながら移動し、多くの作業を自動、または半自動で行うことにより、操縦者の負担を減らすことである。欧州ロボットアームが行える作業には、以下のようなものが含まれている。国際宇宙ステーションはすでに、 カナダアーム2というロボットアームを装備しているが、起点やペイロードの端部の規格が違うために、ロシア区画で使用することはできない。エラは、カナダアーム2よりも小型で力は弱く、また細かな作業を行うことができるデクスターのような、手を先端に装備する予定もない。エラは、ダッチスペース社を、主契約企業として8カ国の宇宙関連企業が、 協力して、欧州宇宙機関のために開発し、2021年7月に、ロシアの多目的実験モジュールに装着されて、プロトン、M ロケットで打ち上げられた。これに先立ち、2本の腕を装備した肘関節の予備品が、ミニリサーチモジュール1に取り付けられた状態で、STS-132 ですでに運ばれている。欧州ロボットアームの通常の保管場所は、 MLM となるが、当初の計画では、科学電力プラットフォームに取り付けられることになっていた。エラの制御とデータの送受信方法宇宙飛行士は、ISS の内部からでも、外部の宇宙空間からでも、エラを操作することができる。船内から操作する場合は、エラ用に作られたラップトップ型のコンピューターを利用する船内操作装置 I 番組を使用し、船外からの場合は、 宇宙服を着ていても操作が可能な船外操作装置、エヴァンミを使用する。エラ機動上交換可能谷、ロシアの中ト部、研究室、ナウカ、ISS へ結合四半世紀にわたる、苦闘の奇跡。マイナビニュース。2021年8月1日閲覧。ABCD、ISS 新モジュール、ナウカ打ち上げ成功。 ISS には7月29日夜にドッキングの予定。空へ2021年8月1日閲覧。今回打ち上げ予定の ISS 新モジュール、なウかにロボットアームが取り付けられる。空へ2021年8月1日閲覧。なお、この時点では打ち上げ予定は7月15日となっているが、実際に打ち上げられたのは2021年7月21日。 実験旨、ナウカ、ISS とドッキング成功ロシア、時事通信 .com、2021年8月1日閲覧。ロシア発の実験旨、ISS に連結、ナウカ、国営企業が開発、共同通信社のレダート、2021年8月1日、閲覧。ISS、ロシアセグメント、FGB-2。 ルシアンスペースウェブ、http://www.russianspaceweb.com/.isfgb に html2014 年12月27日、閲覧。ヨーロピアンロボティックアーム。エサ、h t t p w w w e s a i n t ュアワ activities, human. スペースフライト、インターナショナルスペース、ステーション、ヨーロピアンロボティックアーム2014年12月27日、閲覧。ありがとうございます。